山本和田、山本和田、山本一田、1958年1月24日体は、日本の政治家、群馬県知事、第20代、中央大学大学院客員教授、参議院議、議員、4期、内閣府特命担当大臣、沖縄及び、北方対策、科学技術政策、宇宙政策、外務副大臣、福田康夫改造内閣、 参議院外交防衛委員長、参議院予算委員長を歴任した。学位は、ジョージタウン大学。父は、農林水産大臣や自由民主党の参議院幹事長等を歴任し、福田武雄の側近であった山本富夫。父方の祖父は、元群馬県草津町長の山本康太郎。姉の夫は、群馬県議会議員の田島祐一。 1949年1月13日対、田島の父、吉尾、1917年から1975年も群馬県議を一期務めている。妻は国際連合職員、また本人によれば母方が内村肝臓の遠い親戚にあたるという、群馬県東郡草津町出身、1976年、 群馬県立渋川高等学校を卒業した。その後、中央大学に進学し、1982年に中央大学法学部政治学科を卒業した。1985年5月、ジョージタウン大学大学院の国際政治学修士課程を修了した。大学院時代について、山本は、1983年、84年に、米国のジョージタウン大学で、 マスターサイオンサブスクールオブホーリンサービスという国際政治学の修士号を取得した。2年間毎日のように授業に通い夜遅くまでキャンパスにある図書館で猛勉強した原文ママ。なお MSFS の正しい名称はマスターオブサイエンスインホーリンサービスと思われると10回している。大学院終了後に朝日新聞社の入社試験を受けて合格し、 福島市局に配属された。1986年11月に国際協力事業団に採用され、一時は国際連合開発計画に出向していた。父の死去に伴って1995年の第17回参議院議員通常選挙に群馬県選挙区から立候補し、初当選。同年の自民党総裁選挙においては、 小泉純一郎が立候補するために必要な推薦人集めに奔走した。小泉は立候補したが、結果は惨敗だった。2001年の第19回参議院議員通常選挙で再選。2007年7月の第21回参議院議員通常選挙で参戦。安倍応援団として活躍。2008年8月発足の福田康夫改造内閣で、 外務副大臣に就任。直後の8月26日にアフガニスタンで起きた法人の拘束、殺害事件の対策本部長となった。その後、福田の総理総裁辞任を受け、9月5日、自民党総裁選への立候補を表明し、外務副大臣の辞任を表明。1972年に自民党総裁選で推薦制が導入されて、以来、 参議院議員の自民党総裁選立候補表明は初である。河野太郎らプロジェクト日本復活のメンバー6人に指示されたが、出馬に必要な20人の推薦人集めが難航し、棚橋康文との一本化も決裂したために3日後の9月8日に出馬を断念した。2010年4月、所属していた町村派を大会、同年8月11日に行われた、 自民党参議院議員会長選挙では、中曽根博文の推薦人に名を連ねて当選させ、その後の参院自民党の人事で、山本が参院精神会長に起用された。参院精神会長として党務における3つの目標、自民党役員会の正式メンバー昇格、執行部の一員としての総務会出席、本部政調会長代理との兼任を掲げ、翌9月に発足した、新党三役、 幹事長、石原信明、総務会長、小池百合子、政調会長、石場茂が、自身の主張を取り入れたことで3つの目標が、実現したと述べている。2011年10月6日、自民党参議院政策審議会長を退任。2012年8月、衆議院、群馬2区への転出要請があるも、結局転出しなかった。 2012年12月26日に発足した第二次安倍内閣で初入閣し内閣府特命担当大臣として沖縄及び北方対策、科学技術政策、宇宙政策の3ポストを担当することとなった。また国務大臣の所管事項として情報通信技術、IT による産業、社会構造の変革を円滑に推進するため企画リ立案及び 行政各部の所管する事務の調整と、海洋及び、領土問題に関する施策を中的かつ総合的に推進するため企画立案及び、行政各部の所管する事務の調整もそれぞれ担当することとなった。2013年7月21日の第23回参議院、議員通常選挙では、時点候補に40万票以上の差をつけ4選。 2014年9月の内閣改造により退任。その後、安倍晋三に、総裁ネット戦略アドバイザーの創設するよう、要望し、また辞選した結果、2014年10月29日、自由民主党の総裁ネット戦略アドバイザーに、任命された。2015年12月15日、自由民主党の総裁ネット戦略アドバイザー、政調担当に任命された。 2016年9月26日、参議院に予算委員長に就任。2016年10月1日、自民党群馬県連会長に就任。2017年9月28日、参議院に予算委員長を理任2018年11月、東京の世論調査会社に、次期群馬県知事に関する県民の意識調査を依頼。11月23日、自身のブログ。 山本和太の気分はいつも自家格好において世論調査の結果を示し全体としては山本和太が大沢知事をダブルスコアで引き離していると高い支持があることを強調したなるほど努力は人を裏切らないと自信を深めた山本は12月5日ブログで翌年7月執行予定の群馬県知事選挙への立候補を表明した立候補準備のため 参議院自民党の政策審議会長や自民党、群馬県連の会長職など、党の要職を2019年2月までにすべて退任した。2019年7月4日、群馬県知事選挙の告示に伴い、立候補を届け出たため、公職選挙法の規定により、参議院議員を退職、自動失職、同年7月21日の知事選挙においては、 日本共産党推薦の対立候補に圧して当選を果たした。ツイッター社が2013年の参議院議員通常選挙に際して立ち上げた政党と話そうという企画の第一弾においてハッシュタグ自民党に質問をつけて質問を投稿すると山本がネット性中継でそれらの疑問に答えるということになっていたが質問をほぼ完全に無視し 自民党の宣伝に終始し、視聴者からは、どうでもいい、時間潰しかよ、テレビショッピングの小芝居の方がマシとの批判が上がった。これに対し山本は6月24日、早朝、予想した通り、視聴者からのツイートは、辛辣なものが多かったらしい。参院選挙中であることを考えれば当然だろう。ここぞとばかり、アンチ、安倍の人たちが、 わっと攻撃を仕掛けてくるのは目に見えていたが、自分以外だったら、もっとひどかったに違いないカッコはライトにも書くにも、反響が大きかったのは良かったと思う。伝わる人には、伝わっているはずだ。と自身のブログでコメントしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。